視聴率が平均 75%。すごい。時の政権から放送を中止されたっていう番組なんですね。どんな問題が起こったんだろう。やっぱ海外の方の方が、その愛し方の度合いっていうんですかね、コンテンツの。ちょっと意外な作品なんだよね、どれもね。はい、男のロマンライブ、本日はですね、日本人だけが意外と知らない世界で超人気のジャパニーズコンテンツという特集を行いたいと思います。はい、面白そうですね。はい、最初に断っておきますけど、まあ、鬼滅の刃とかね、はい、ドラゴンボールとかワンピースは出てきません。はい、もうちょっと、私のチャンネルはですね、昭和のエポックメイキングを紹介する番組なので、はい、もうちょっとその源流で一体何がきっかけでこういう日本のコンテンツが世界に受け入れられていったのかというような話をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まず最初にご紹介するのがこちら。これはですね、はい、UFO ロボグレンダイザーっていう、まあ、永井豪さん原作のアニメーションなんですけど、ご覧の通りフランスで、とにかくですね、視聴率が平均 75%。すごい視聴率ですね。最高 100% を記録したっていう言われてるんですね。はいはい、これが、その後、まあ、フランスではとにかく日本のコンテンツって有名というか人気ですけど、ジャパニーズアニメーション、ジャパニメーションの、まあ、ブームのきっかけを作った作品と言われていて、1978年、昭和53年にフランスの国営テレビでゴルドラック、として、放送されてますと。で、放送がなんと終了した途端にですね、抗議が殺到して、はい、翌週から再放送したっていうぐらいの大熱狂です。すごい熱狂ぶりですね。まあ、さっき言ったその 100% っていうのは実はちょっと裏側があって、はい、まあ、当時放送局が国営含めて3つしかフランスなかったと、でかつ時間帯による占有率で世代別、まあ、子どもの、その視聴率らしいんですね、その数字は。なんだけど、まあ、逆に言うとその世代でも 100% っていう、まあ、超ド級の数字出したってことで、これ本当に未だにずっと言われてるんですね。で、まあ、キャラクターグッズが大ヒットして、これ、YouTube に、現地版のオープニングの映像なんかも実は上がってたりしてですね、はいはい、未だに見てる人たちがいっぱいいて、はい、まあ、現地作家によるコミック化にもなったり、新聞が発行されたり、キャラクターグッズも大ヒットして、うんうんうん、なんとですね、日本では販売されなかった敵役のおもちゃとかまで向こうで売ってるらしい、はいはい、ある意味、日本以上のムーブでしたと。はい、で、こういう日本、フランスのこれ、パリの街並みらしいんですけど、うん、こういう、これ、最近なんですよ。最近の、まあ、インスタグラムで見つけたんですけど、街角にですね、はい、こういうふうにこうディスプレイでグレンダイザーがいたりするんですよね。はいはい、で、まあ、この原作者の永井豪さんはですね、2019年にフランスの芸術と文化への貢献が評価されて、フランス政府から、まあ、シュバリエ騎士っていうですね、芸術文化勲章を受賞されてらっしゃる、はい、で、これですね、昔の話じゃなくて、はい、実は2021年の2月に、はい、新作アクションゲームの開発っていうのが発表されてたり、はいはい、で2021年なんですよ、これ。今年じゃないですか。9月に、はい、フランスの、パリ日本文化会館で、はい、放映45周年記念展覧会っていうのが今まさに開催されているらしいぐらい未だに人気ですと。はい、いうことですね。で、このグレンダイザーはですね、イタリアとかアメリカとかアラブの諸国でも放送されて大人気で、実はイタリアでも視聴率 70% とか 80% 超えで、うんうん、まあ、凄まじく、この分もゴールドラキズムって呼んでるらしいですね。うんうん、で、まあ、アラブ諸国でいうとこのイラクなんですけど、はい、これも2012年にですね、23年ぶりの日本館で、まあ、パビリオンを日本が出展をした、バクダッドで開催中の国際見本市に、うん、なんと、グレンダイザーが、23年ぶりに、イラクに立つっていうニュースが出てたりするんですね。で、面白いのがそのイラクって国が、まあ、非常にその1982年の夕方の6時ぐらいに放送したらしいんですけど、うんうんうん、路地から子どもたちの姿が一斉に消えたっていうぐらい人気だったと。で、まあ、とにかく宗派とか民族の、うん、争いが、ね、絶えないイラクではですね、うんうんうん、国民が唯一共感して一致できる話題は、うん、グレンダイザーとサッカーしかないって言われてるジョークがあるで、はい、
で政府でですね、新しい国旗を作ろうっていうことでこうかなり大揉めに揉めてた時にもうグレンダイザーにしたら誰も文句言わないんじゃないっていう話が出たぐらいとにかく国民から愛されている作品になっているということなんですね。はい、で次がですね、はい、これイタリアなんですけど、鋼鉄ジーグ、はい、でこれね、日本では実を言うとそんなに実を言うとその超人気かって言われるとそうでもなくて、うん、まあ、我々世代は知ってますけど知らない人も結構いるんじゃないかなっていうぐらいの作品なんですが、うん、これ1979年にこのジーグロボットっていうそのタイトルで放送されて、まあ、社会現象ともいえる一大ブームを巻き起こしたと、うん、でなんとですね、これ2015年にですね、はい、ジーグにちなんだ、まあ、これジーグの実写版じゃないんですけど、はい、普通の人間が出てくる実写の映画なんですけど、うん、タイトルがですね、その皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグっていうそのジーグにちなんだタイトルがついていて、うん、これ見ていただくとイタリアアカデミー賞最多16部門ノミネート、最多7部門受賞で、はい、イタリア本国で大ヒットで話題沸騰で、はい、日本に逆上陸してるっていうイタリア映画が、はい、えー、本当つい最近公開されたぐらい、はいはい、とにかく30代40代ぐらいの方からするとこの鋼鉄ジーグって知らない人いないぐらいの作品らしいですね、うんうんうん、これ話としてはこの映画の話としては鋼鉄ジーグみたいなその超人的な、うん、まあ、怪力のパワーを身につけた、まあ、主人公がね、その能力を悪に使うか正義に使うかみたいなストーリーらしいですね。でこれさっき言ったようにこう日本ではそんなに実はその大人気とまではいかなかった鋼鉄ジーグがなんでそのイタリアでこんなに人気なのかっていうのはちょっと実を言うと放送された時系列が違うらしいんですよ。はい、で日本はとにかくやっぱり1972年のマジンガー Z から始まってるんですよね、うんうんうん、もう俺なんかもまさにドハマりした世代で、うん、巨大ロボットっていうののその要は、まあ、一つのブームを起こしたのがこのマジンガー Z で、うん、でこれが人気があったので2年ほど続いてその翌74年に、続編のグレートマジンガーっていうのが始まって、うんうん、で75年に実はこの UFO ロボグレンダイザーっていうのと、うん、鋼鉄ジーグが出ているんですね、うんうん、でなんで日本でそこまでだったかっていうと、まあ、当然そのマジンガー Z が、まあ、あまりにもブームになってちょっとまあ飽きられたり、ね、したっていうところがあるのと、うんうん、実は大きいのがこの74年っていう間の年にヤマトが出てるんですよ。なるほど。でちょっとその要はシリアスチックなもう少し上の世代も見れるような、うんうん、その話がアニメーションの潮流になってきたときに、うん、まあ、やっぱりその完全懲悪の、まあ、昔ながらの子供向けのロボットアニメっていうことでちょっとまあ注目度がまあ普通になっちゃったってことだと思うんですね、うんうんうん、でところがですね、このイタリアではどうだったのかというと一番最初に78年のグレンダイザーから始まってるんですよ、うん、いや順番が違うんですね、うんうんうん、でその78年の次にその発売放送されたのが鋼鉄ジーグで、うんうん、なんでグレンダイザーとやっぱ鋼鉄ジーグっていうのがやっぱりその最初期に初めて見た日本のロボットアニメーションだったんで、うんうん、とにかくセンセーショナルだったんでしょうね、うんうん、で実を言うと後からマジンガー Z が放送されて、うん、でこれ以降にですねそのヤマトとかガンダムっていうのが放送されて、あ、まあ日本のそのイタリアにおける日本 SF アニメっていうのがその定着していったらしいんですね、うんうんうん、じゃあっていうとですね、このスペインでは今度マジンガー Z なんですよ、人気なのが、はい、で、このマジンガー Z っていうのは UFO ロボグレンダイザーの前のグレートマジンガーのさらに前の、まあ、ウームをその作った火付け役的な日本存在なんですけど、うん、72年に日本で放送されたものが78年からスペインで放送されて、これまた視聴率 70% 超えっていうすごい記録を出してるんですね、うんうん、でもとにかく現地の、作家によるコミックスとか、新聞とかまで発行されて、うん、これスペインにですねマジンガー Z の巨大な像があるっていうので時々日本のテレビでも紹介されるんですけど、うん、これバルセロナの、まあ、100キロぐらい西にあるカブラデルカンプっていうところの公園に高さ10メートルの、鉄骨製のですね、マジンガー Z の像があって、これねなんか管理を担当する役所の人もどういう経緯でできたのかよくわからないらしいんですけど、はい、まあ、アニメ放送とほぼ同時期に、うん、だから地元の有志がですね、まあ、建築、うん、まあ、周りの開発を進めていた業者がこの新区画の魅力アップを図るために設置したものらしくて、うんうんうん、で
現在もその40代を中心とした、男性の方を含めてですね、家族連れがにぎわってるほか、毎年8月とか9月になんかマジンガー Z のファン集会っていうのが開催されてるらしいんですよ。で、まあ、村長の、サルバドール・ペレスさんという方がですね、まあ、新聞の取材に答えて、この村はマジンガー Z がいるところっていうことで広く認知されていて、もうスペインだけじゃなくて他の国からも来ると。さっき言ったようにフランスとかイタリアでもマジンガー Z っていうのが放送されてますからね。で、我々にとってもマジンガー Z は大事なもので、まあ、近く選挙があって私は再選を目指しているが、この一帯の整備と像の保存を公約の一つに掲げているって言ってる。選挙公約にも。そうなんですよ。だからそれだけ地元の人に愛す、まあ、要は勝手にある意味作られた像がね、いまだにその何十年も経って大事にされていて、でね、これもが、テルさん、なんか勝手に作られた割によくできてますよね、この像。まあ、そうなんだよね。で、色もなんかね、定期的に修復されたりしてるみたいですよ。はい。はい、で、とにかくもうこういうふうにその現地では、はい、これ、比較的最近の新聞に載ったマジンガー Z の特集なんですけど、日本語でマジンガー Z ってちょっと書いてあったりするんですよね、現地の言葉に混ざってね。はい、はい、はいはい。でね、最近でもなんかね、エクアドルで行われたハリボテコンテストで、14.5 メートルのマジンガー像が優勝したってニュースもあるぐらい、その我々が、まあね、マジンガー Z 日本でもちょっと最近、リバイバルでね、ディアゴスチーニからマジンガー Z の、モデルが発売されたりとか、まあ、新作映画が公開されたりしてますけど、まあ、本当我々世代の小さい時に見たね、作品がいまだにこういう海外というかね、ヨーロッパで愛されてるというのはちょっと日本人としては嬉しいですけどね。で、ちょっと経路が変わって今度イタリアなんですけど、はいはい、ご覧の通りアントニオ猪木さんがいますけど、はい、なんとですね、イタリアでは、80年代からまあ、半ばぐらいから90年代初めまでぐらい、2、3年遅れでこのワールドプロレスリング、まあ、新日本プロレスが毎週土曜日の21時から、イタリア1っていうチャンネルで放送されて、まあ、ゴールデンタイム放送ですから、イタリアの多くの人がこれを見ていたと。で、それを証明する話としてですね、デルピエロさんですね、はい、サッカーの。はい、がもうとにかく子どもの頃、新日本プロレスの大ファンで、はい、テレビ の, あの番組に出演した時に本人がその藤波、猪木、木村健吾、タイガーマスク名前も覚えてるって言ってて、うんうん、サプライズで藤波さんが登場したんですけど、すごい本物って言ってるんですよ。デルピエロが。デルピエロが。デルピエロの方が本物って感じなんだけど。でこれ、下に映ってるタイガーマスクの覆面かぶってて、これ本人なんですよ。デルピエロさんが成田空港に来た時に、はい、日本に来た時に嬉しくてマスクかぶってきたっていうぐらい。はい、で、なんかですね、ジーコさんもですね、うん、日本、その当時イタリアでプレイしてたらしくて、うん、これ猪木さんとツーショットなんですけど、うん、当時サッカーイタリア北部 の, ウビネーゼっていうのかな、うん、ってとこでプレイしてたジーコさんが子供の頃に、まあ、猪木さんのプレイを見てて、うん、これスポーツ長官、ブラジル政府のスポーツ長官時代にリオで猪木さんと会ったらしいんですね、うんうん、でその時に息子がタイガーマスクの覆面を欲しがっててっていうんで、うん、猪木さんは帰国してすぐわざわざタイガーマスクをジコさんに送ってあげたらしい。サッカーっていうのがね、今みたいにこうナイトゲームになったっていうのはちょっと後らしくて、うん、この当時はまだ日曜日のお昼にサッカーの試合をしていたと、うんうん、なんで土曜日の夜っていうのはとか日曜日の夜っていうのはそのプロレスを皆さんテレビで見るのが当時は、うん、当たり本当にね、八百屋の人とかがみんななんか藤波の話とかね、うん、なんか噂によると全日本女子プロレスとかも放送してたとかで、うん、結構そのイタリアの国民がプロレスの会話をするのはこの頃日常だったようにこう書いてらっしゃるブログとかも見つけたんですけど、うんうん、なんでちょうどその猪木対アンドレザジャイアントとかね、うん、猪木対ハルクホーガンっていうのは日本で人気絶頂だった頃の新日本プロレスを、まあ、夜のゴールデンタイムの娯楽としてイタリアの人たちの多くがテレビで見ていたということらしいんですね、うんうん、でさっきの写真はですね、これ実際にイタリアで、新日本プロレスが1988年なんでちょっと後なんですけど、うん、興行をやってまして、うん、まあ、ローマのパラウェルっていうですね、まあ、五輪会場にもなった1万人収容できる規模の格式高いアリーナで土曜日と日曜日の2日間、試合をしたと。でその日曜日がちょうどサッカーのセリエ A のですね、ローマ対アスリガスコリ戦が終わった1時間半後だったんで、うん、まあ、ローマのもうスカーフを巻いたファンたちがですね、うん、そのままスタジアムを移動して、うん、退去を移動してきて、で
アントーニオっていう声援を送ると、まあ、たまたま猪木さんってアントニオ猪木って名前がついてイタリアの名前ついてますからね、うん、現地の人からすると不思議だったでしょうけどね、うんうん、なんで日本から来たプロレスラーがアントニオなんだろうとあんまり不思議に思わなかったのかもしれないですけどね、うんうん、これ今4代目で新日本に活躍しているタイガーマスクさんがインスタに上げてた当時の、まあ、写真で、うん、これなんか猪木さんの横にいるのはなんか市長らしいんですよね、うん、で左は子供たちからこう囲まれているタイガーマスクさんの写真、はい、4代目なんで佐山聡さんではなくて今 のタイガーマスクなんですけどね、はいはい、っていうぐらいイタリアでは、なんとアントニオ猪木さんっていうのは中田秀俊さんがまあプレーするまではイタリアで一番有名な日本人だったって言われてるらしいです、うんうん、でちょっとプロレスの話で言うと、はい、今度はイスラエルっていうちょっとまたね、はいはい、国で、高田信彦さん率いる UWF インターナショナルっていうのが、はい、まあ、当時向こうのテレビ中継で、武士道っていう、まあ、ネーミングでね、はい、まあ、ちょっと日本を想起させるということで、うん、武士道、うん、The Way of the Warrior っていうタイトルでテレビ放送されて超人気だったらしくて、うん、でこれも高田さんたちが現地にですね、1995年に現地で興行をしたときに、なんとAP 通信で高田さんがその聖地を訪れている映像がニュースで放送されたりしている映像があるんですね、はいはい、で高山義弘さんっていうのが当時本当にグリーンボーイというか新人だった時代なんですけど、うん、興行が終わって夜ディスコに外国人選手たちと繰り出したら、うん、ディスコのスタッフからフルネームで呼ばれたって言うんですよでなんでそんな俺のこと知ってんのっていうぐらい現地で人気だったっていうことだらしいんですね、うん、でまあ海外で人気といったらこの作品は欠かせないんですけど、うん、フィリピン、はい、ボルテス5ですね、はい、でこれ日本だとコンバトラー V の、まあ、次の作品なんで、うん、まあ、日本だとどっちかって言ってやっぱコンバトラー V のインパクトが強いんですけど、うん、フィリピンではとにかくボルテス5なんですね、うん、で1978年、まあ、昭和53年に放送されて大ヒットで、まあ、子どもたちがとにかくテレビにかじりついて、まあ、視聴率当時やっぱり 58% っていう記録を出してますと、うん、これなんとですね、人気の過熱ぶりが社会問題になって、うん、時の政権から放送を中止されたっていう番組、どんな問題が起こったんだろう。まあ子供がねボルテス5に夢中になってキャラクターグッズを欲しがるとか、うん、勉強しなくなるとかって親御さんからの苦情はまああったんですけど、それだけじゃなくてですね、うん、やっぱりこの当時まだまだやっぱ第二次世界大戦後でですね、フィリピンの反日感情っていうのがまだまだ根強い時期だったみたいで、うん、でこのボルテス5っていうのが刀で戦うんですよ、うんうん、でこれがちょっと要は日本軍のね、うん、その蛮行を想起させるみたいな、その固い、うん、まあ、日本軍の行いを正当化するものなのかみたいなこととか、うん、あとはやっぱりこの作品を皮切りに日本の企業がフィリピンに台頭してくるんじゃないかみたいな、要はちょっと政治的な警戒もあって、うん、で民間の抗議団体が結成されてですね、うんうん、でなんと最終話の直前の1979年8月に時のマルコス大統領が、うん、はいはい、放送禁止を宣言して、はい、国営放送では放送できなかったらしいんですね、うんうん、でこの話が面白いのが、その放送残ってた放送が放送ようやくできたのが、うんうん、エデュース革命でマルコス政権が倒れた直後の86年なんですよ、うんうんうん、なんでフィリピンではボルテス5を放映させるために革命が起きてマルコス政権が倒れたってジョークが国民の間でささやかれたぐらいらしいですね、はい、1999年に、うん、まあ、だいぶ時間が経ってから再放送をまたした時にまた火がついてるんですよ、うんうん、で最高視聴率はやっぱ 40% ってことでブームになって、うんうん、もうこの時朝放送してたらしいんで、子供が学校行かないっつって問題になったらしいんですね、うん、でこれがですね、日本語のその主題歌がそのまんま流されてるんですよ、うん、で主題歌を歌ったのが堀江光子さんなんですけど、うん、その後フィリピンのマニラでライブをやったんですけど、うん、国賓並みの待遇だったんですねなるほど。フィリピンの人たちが全員日本語で大合唱するらしいですね、うん、でなんと2006年に安倍晋三夫妻がフィリピンを訪問した際に、うん、はい、昭恵夫人が訪問した施設では現地の若者たちが、はい、ボルテス5のエンディングテーマを大合唱して迎えたらしいんですね。昭恵夫人が果たしてボルテス5のエンディングを知ってたのか、ね、いやいや、僕もちょっとそこ気になりましたね。でなんとこれも昔の話じゃないんですよ、はい、これなんと今年です、2021年に、はい、現地フィリピンで、はい、
フル CG の実写版が作られるって発表されたばっかなんですよ、これ。へえ。トレーラーが今ちょうど YouTube に上がってるんですけど、はいはい、めちゃくちゃよくできてるんですね。うんうん、でこれ、ちゃんとこう権利を東映さんとやった上で、うん、オールライトリザーブと入ってますけどね、うん、なんとこれ、ボルテス5レガシーというタイトルで、うん、新作の実写版映画が今作られてるっていうぐらい、うんうん、ボルテス5っていうのがフィリピンの人から本当に愛されてるっていうことなんですね。うん、で、もう一個戻ってフランスなんですけど、はいはい、さっき、UFO ロボグレンダイザーをね、はい、紹介しましたけど、うん、フランスでもう一個大事な作品があって、はい、キャプテンハーロックなんですよ、はいはい、松本零士さん、はい、でこちらの視聴率も 70% と言われていて、はい、これ日本では78年なんですね、はい、で同じ年にフランスでこの時はやっぱだいぶやっぱりこう時間差がなくなってきてて、うん、毎週水曜日、まあ、その後土曜日になったらしいんですけど、うん、キャルプテンアルバトールっていうことでタイトルとして放送されて、うんうんなんとですねフランスでは30代から40代ぐらいをそのアルバトール世代っていうらしいんですね。はい、アルバトールに熱狂した世代っていう要は、うんうん、ジェネレーションがあって、うん、でフランスの大統領が訪日した際に松本零士さんと会わせてくれって言ったっていうで松本零士さんも2012年にフランス芸術文化勲章のこのシュバリエっていうのを授与されていて、うん、これ先ほど永井豪さんもね送られたと思うんですけど、うん、他の人がどういう人がいるのかって日本人で、はい川端康成さんとか、はい芸術家の草間彌生さんとか、はいミュージシャンの坂本龍一さん、はい、そういう方々が受賞するやつを、うん、永井豪さんと松本零士さんが受賞していると、うんうん、でこれなんでそのキャプテンハーロックなのかなんですけど、うんまあ、これ結構その松本零士さん自体がフランス文化って、ね、やっぱ記者とか好きだったらしくて、うん、ちょっとやっぱこれどことなくその騎士道の香りがするんですよね。でまあ、世界宇宙を舞台にしている、まあ、壮大なスケールの作品であるっていうのと、うんまあ、やっぱ男子からするとその要は騎士道に通じる、うん、なんかその要は貫き方みたいな美学みたいなのが受けたのと、うんうんまあ、女性ファンはやっぱりこのキャプテンハーロックかっこいいっていうことで、うんうん、本当に男女問わず人気があるそうなんですね、うんうん、まあフランス人がアニメ好きなのはね有名ですけど日本のねその、うん、ただそのチョイスがグレンダイザーとハーロックっていうのが渋いなと思ってで今度はちょっとヨーロッパではなくて中南米なんですけどブラジルなんですけど、はい、ブラジルではですねまあ今ドラゴンボールとか、うんまあ、そういったものも大人気なんですけどもともとはこれなんですよ今田雅美さんのセイントセイヤ、はいはい、でこれがブラジルではですね難しいんですよカベレイロス・ド・ゾジアコっていうアコっていうタイトルで、はい知られていると、はい、でこれもですね本当にこれブラジルの街中のスナップなんですけど、はい、こう壁にこういうふうにこうイラストが描かれていたりとか、はいはい、で今なおやっぱ人気が高くてねその、うん、そのと最近現地で開催されたアニメのそのイベントで、まあ、影山博信さんって方が主題歌を歌ってるんですけども、うん、現地で大熱狂だったらしいんですね、うんうんでこれ日本では1985年に、まあ、週刊少年ジャンプで連載されて、うん、翌年アニメ化されてるんですけどブラジルではだいぶ遅れて94年の9月から放送されていましたと、うんうん、でこれもともとはなんかフランスで人気だったセイントセイヤを、まあ、購入著作権を購入したブラジルのおもちゃメーカーがですねおもちゃ会社が、うんまあ、アニメの人形の CM を流してくれっていう条件をつけて、うんなんか破産寸前だったテレビ局にアニメ権を提供したみたいなそんなきっかけだったらしいんですね、うんうんうん、ところがそれが放送されると高視聴率を記録して、うん、そのおもちゃメーカーが売り出したフィギュアはなんと公式発表だけで100万体売れたこれがブラジルにおける日本のアニメーションの先駆けになって、うんまあ、96年からドラゴンボール、うん、で、セーラームーンがあって、うんでポケモン、ナルト、ワンピースという作品の人気につながっていったそうなんですね、うんうん、でこのセイントセイヤってチョイスもまたなかなかねその渋いなって、うん、日本人でも下手すると知らない人いるぐらいのね、うん、作品なんですけど、うんまあ、これがねまだ余談があって、なんとこの、セイントセイヤは2021年に、ハリウッドで実写映画化されるってことが、うんまあ、これ前から計画あったんですけどついにいよいよ動き出したみたいで、うん日本人のなんと新田真剣佑さんって俳優さんが主役らしいんですよ、うん、ハリウッド映画でね、はい、なんで、このセイントセイヤっていうものは
当時人気だったんじゃなくて、うん、今なお世界で人気になった、うん、なんだっていうことなんですね。はい、で、ちょっと最後は、ちょっと系統変わりますけれども、はい、これハワイなんですけど、キカイダーがめちゃ人気と、はい、いうことなんですね。はい、で、まあハワイのそのキカイダー、まあ、ブラザーズってキカイダーとキカイダー01ですけど、うんうん、とにかくこの知名度っていうのは日本人の想像を超えている人気で、うん、なんとですね、主演のこの万大輔さんと、まあ、このお亡くなりになったんですけどね、ゼロワンを演じてらっしゃった池田さんの2人はですね、はい、本当に近年もハワイのイベントに招かれて、はい、ファンに取り囲まれて名誉市民の称号まで与えられるぐらいもう英雄らしいんですね。はいはい、でこれ1974年に最初に字幕版が放送されて、ハワイの人気が爆発して、うん、まあ、当時ディスコで主題歌が日本語のそのまんまの主題歌が流れて、うん、なんか挿入歌が優先チャートで1位を記録していると、うん、で夜な夜なバーで主題歌を大合唱するっていう謎のね、その現地の人たちがね、光景が繰り広げられたと、うん、でこれもね、未だに続いてるんですよ。でこれは2012年に40周年記念イベントが、マウイで開催された時のやつなんですよね。でこれ45周年で2019年でしょ。要はその5年区切りぐらいでアニバーサリーイベントっていうのが未だにハワイでずっと続いていて、うん、なんかね、2001年に毎週土曜日の7時から、うん、放送が再開されて、うん、毎回 70% 近い視聴率らしいんですね。で、ジェネレーション機械だって言われてるこの社会現象になって、うん、これ本当すごいんですけど、2002年にはハワイ州知事が、うん、4月12日をジェネレーション機械だデーに制定して、すごい。で、2007年にはマウイ島の今度市長が、5月19日を、うん、機械だブラザースデーに、祝日に指定してるっていう、はい、まあ、祝日なのか分かんないんですけど、その記念日を要は公的に制定したぐらいの人気だと、うん、で本当にこういう風な感じで未だに、キカイダーは人気らしいんですね、うんうん、なんかこれ見るとキカイダーだけじゃなくて V3 とか、うん、イナズマンとかまでいますけどね、うんうんうん、まあ、ハワイは日系の方もね多いし、うん、まあ、日本人も非常に観光地として、うん、親しみ深いところではあるんですけど、うん、まあ、ウルトラセブンとかね、ウルトラマンとかも放送されてるのを現地版をちょっと私ビデオダビングしてもらって見たことがあったりはしたんですけど、うん、なんでキカイダーがこんなにこうドハマりしたんでしょうねっていうのがちょっと不思議ですけどね、うんうん、はい、まあ、そういうことで今回は世界で、人気のコンテンツをですね、ご紹介した、ちょっと意外な作品、うん、なんだよね、どれもね、うん、まあでもこういうふうに全くその日本に来たこともなければね、うん、日本のこと当時はまだよく知らないような人たちがいっぱいいた時代に、やっぱこれ作品の力なんだろうと思うんですよね、うん、面白いと思ってもらえて、うん、これがきっかけにそのまあクールジャパンとか後になってね、日本政府も言い出しましたけど、まあ、現地で自然発生的にこういうジャパニーズコンテンツが支持されて、で今なお熱狂的に愛してくれてる人たちがたくさんいるっていうのは、うん、まあ、日本人としてね、非常に嬉しいですし、うんうん、まあ、意外と知らないでしょ。いやー、そうですよね。でなんか、まあ、改めて、あ、なんか日本人で幸せだったなぐらいは思った、いや本当そうなんですけど、でもちょっとやっぱ不思議だなと思ったのが、その日本に住んでると、まあ、有料なコンテンツってすごくたくさんあるじゃないですか。でもその日本の中でも例えば、まあ、鬼滅がブームになったりって、一過性にみんなはなんかこうわーって盛り上がるんですけど、その休日を設定するとかね、視聴率 100% とかってなるっていうのは、うん、なんかやっぱ海外の方の方がその愛し方の度合いっていうんですかね、コンテンツの。いや、だからね、やっぱりその日本はちょっと数が多すぎて、うんうん、飽和状態なんだと思うんだよね。で、うん、海外にそれがこうピンポイントでこうたまたま何かのきっかけで輸出されてるんですよ。その要は戦略的に当時やろうとするんだったら、マジンガー Z から順番にやっぱやってたはずなんですけど、うんうんうん、たまたまグレンダイザーだったらいけんじゃないって感じで持ってったら大ヒットして、まあ、グレンダイザーって確かにその主人公がジークフリードって言って、フランスっぽいんですよ。騎士っぽいんですよね。うんうん、なんで、まあ、それがまあきっかけになって、で、面白いのがその、鋼鉄ジーグっていうのは、なんかね、たまたまなんだけど、ボディがイタリアンカラーなんだよね。なるほど。全然多分そんなこと考えて作られてないんですよ。うん、なんで、たまたまそれがなんかピンポイントにボンってはまって、うん、
で、それをその、やっぱ数が少なかったって希少価値もあって、うもう集中的にそれしかやってないんで、もうん。全員が見うんうん。たっていう状況になったんああ、だろうなと。なるほど、なるほど。ボルいティや。ス5がフィリピンなのちょっと俺もよくわかんないけど。いや、でも、永井さんも松本零士さんも、こんだけ自分の作品が、その海外で愛されてるって言うと嬉しいでしょうね、やっぱりやっぱりね。ね、不思議な反面、やっぱ嬉しいよね、その言語の壁とか文化の壁を越えて、こう普遍的なものを作ってらっしゃったっていうクオリティがね、まあ、とにかくやっぱ現地の人が、当時もやっぱりイタリアにもフランスにも、まあ、あるいはスペインにもその子供向けのアニメーションっていうのはあったらしいんですけど、やっぱその、なんか彼らから見るとやっぱりその子供向けじゃないクオリティでね、なんかすごいドラマがあって、すごいなんかそのロボットが出てきて SF チックでっていうのが、まあこれをきっかけに日本語勉強して日本に行きたいと思った人たくさんいたでしょうしね、すごく親善大使として、日本はいい武器を持ってるなと、本当に思いますよいね。やー、本当ですね。なんか、ちなみにポケモンって最初からこういうそのワールドマーケットをターゲットにしてたんで、僕はまあこれちょっと聞いた話なんで正確ではないと思うんですけど、食事のシーンがないって聞いたんですよ。ああ、なるほどね。ドラえもんがなかなかやっぱり向こうで受け入れられなかったっていうか難しかったのはそこは言ってましたよね。やっぱり食事のシーン変えたって言ってましたもんね。ドラえもんやるときにね。だから当時別にそういうことをマーケティングで意識してなかった作品じゃないですか。そう、この頃はね。この頃は。だから、それでもね、これだけそう、大なん成か功し変たっにていこう、海外受けを狙ってやんなかったのが逆に良かったのかもしれないですよね。ここには出てきませんでした。母を訪ねて、マルコのね、カルピス劇場の、名作劇場のやつなんかは、やっぱアルゼンチンとかの話なんで、向こうの人たち全員それに、日本で作られてるなんて夢にも思ってないですよね。で、ハイジなんかもスイスの人たちからしたら、これに、こっちで作ったやつだろうと思って多分見てたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、非常にそういう、まあ、舞台もワールドワイドだったり、キャラクター設定も、まあ、ボルテス5の主人公たちにしても、まあ、全員黒髪だわけでもないしね、セントセイヤなんかまさにそうですけど、まあ、なんか必然的にそういう多様性のあるコンテンツを日本人が勝手に作ってて、ね、それが受け入れられたり、受け入れられなかったりするっていうのが、まあ、狙ってできるもんじゃないんだろうなと思いますよね。はい、そういうわけで、今回は、日本のコンテンツが世界で意外なものが超人気という特集をお送りいたしました。まあ、ここにちょっと出てこないものとかもね、いっぱいあるんですけど、まあ、この話はちょっとだいぶ前に私、ワールドカップの時に、ワンピースの歌をね、みんなで合唱したとかね、現地の、敵国の人たちと日本人がね、その話をきっかけにして書いた話なんですけど、まあ、改めて今回ちょっと調べてみると、いまだに、続いてるというのがすごく嬉しかったのでご紹介しました。まあ、そういうわけで私のブログと番組はこういう昭和のまあコンテンツのまあエポックメイキングな作品をまあ主に取り上げてやってますので、まあ、ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter の方も登録の方よろしくお願いいたします。そういうわけで、今回は、こういうことでお送りしました。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。さよなら。